総広氏羊は、全館の政治家、財政家。武帝期に、金融、平準法、潜媒制の実施など財政面で大きな力を振るった。落葉にて、商人の子として生まれる。13歳の時に、その計算上の振動ぶりにより、宮廷に入り、武帝に自中に任用される。武帝が、連年軍事行動を起こし財政危機に陥ったが、紀元前120年、 商人の穴わずからとともに、財政立て直しとして、塩、鉄、酒の栓売性を実施し大きな効果を上げる。その功績により、広塚佐農中進むに任命され、任命後は、金融法を推進した。紀元前110年、穴わずかが、船社税の反対により失脚すると、地族問いに登用され、中央に平準官地方に塩鉄官 金融官を設置してその政策を具体化し、各地の物流を調整して、財政収入を向上させ、佐所長の借位を与えられた。武帝が放御する直前の人事で、御師大部に昇進した。しかしその財政政策には、多くの反対意見が存在した。武帝が死去し、商帝が即位した、紀元前81年、全国の知識人が長安に招集され、その席上、 専売制を廃止せよなど、総広氏羊の政策に対し通列な批判が行われた。師大部の地位にあった総広氏羊はこれに反論。その時の論争は、塩鉄論にまとめられている。論争の結果、酒の専売が廃止されたが、それ以外の政策は維持された。翌年、総広氏羊は、猿王、龍明及び上官、ケツの無本事件に連座し処刑された。 ありがとうございます。